いつ履く、いつ着るのみたいになっちゃう。逆になんか特別な日にとかありえそうじゃないですか。ありがとう、そうそうそう、ありがとうございます。こだわりのポイントはどこなの。ないのかよ。忘れちゃってんだろ。そのポケットが必要だったなって言う時があるかもしれないけどね。つけだから欲しい人は新たに自分で縫ってつければ、ね。参りたいと思いますが、恒例のオープニングコールから参りたいと思います、はい、ジャストサウンドグッド2021デニム編結果発表。ありがとうございます、はい、ということで先日の撮影でデニム作りを行わせていただいたんですが、うん、サンプルが完成いたしました。で皆様覚えていらっしゃいますか。デザインをしていただいた時に、うん、皆さんのサンプルを名前を伏せて人気投票をしますとお伝えしていたと思うんですが、結果出てるの。はい、やばいよね、緊張します。結果出ております。でちょっと発売に関わる大事なアンケートでしたので、それで最下位のやつはもう発売しないっていうことですよね。これということも考えました、ね、はい。なので人気なやつ出してもしょうがないだろうっていう。武さんどうなったと思いますか、ご自身のデニムは。僕ちょっとそんな自信では最下位の可能性があります。ちょっとこねくり回したから。買いやすい。これいつ履く、いつ着るのみたいになっちゃう。逆になんか特別な日にとかありえそうじゃないですか、うんうん、ありがとう、ありがとうじゃない。もうフォローされてるじゃない。ありがとうじゃないんだ。では発売するアイテムを発表させていただきますね、はい、発売するアイテム、うん、りなちゃん、お大竹さん、え三村さん、あ全員全て発売することにしました。マジで、やめなさいよ、やめなさいよ。サンプル作らせていただきましたので、うん、チェックしていきましょう、はい、じゃあ三村さんのサンプルチェックいきたいと思います。完成披露、イエーイ。良さそう、シンプルでね。どうですか、あそこに置いてあったままのやつですね。そうなんです。いや違いますよ、いろいろこんなん置いてありませんでしたから。3色あるんですか。3色実はご用意して。すごいじゃん、すごいいいじゃん。ちょっとわけあってですね、うん、ウェブストア限定カラーを作らせていただくことになりまして、おちょっとお一人すごく手間がかかってしまった方がいらっしゃった。俺だろ。いや大手さんがいや手間じゃない、手間って僕も引いてんのよ。もうやらしといて引いてて意味わかんない。ちょっと大変だった。この間、まあ、この撮影ね、これ今やってますけど、はい、もう一個やってたんですけど、その時引いてたもん。やらしといて引いてんの。めんどくせえなって、やらすんじゃねえよ。手間つっちゃったよ、とうとう。でちょっとそんな事情もあり、うん、こちらの白とこのブルーはウェブストア限定カラーとして作らせていただいてるんですけど、これとこれは俺がタッチしてないってこと。はい、ベイフローでタッチしてねえ。これがすげえいいじゃん。おお、やっぱり色だけです。色だけです、はい、おお、なので三村さんがこだわっていたこの後ろに、いいですね。かわいいですね。かわいい、うん、これいいね。控えめでいいね。それ控えめで、うん、あとここのジャストサウンドグッドの刺繍を、いい、うん、本当だ、さりげなく、さりげなくていい、ね、なるほど、ダメージに見せてね、うん、これダメージかなと思ったら、いやいやこれあれです、ジャストサウンドグッドですよ。よかったです、僕のイメージ通りです。よかったです、ありがとうございます。よかったよかった。じゃあ三村さんありがとうございました。じゃあ続いてりなちゃん。私ですか。りなちゃん、りなちゃん完成披露。あイエーイ、素敵、じゃじゃーん。あれいっぱいあるな、おい、いっぱいある、いいな、ずいぶんいっぱいあるな、おい。あ、分かった、セットアップとかで着れるようにしてたんだ。しかもりなちゃん一人で4アイテム作っていただいたので。お店じゃねえか。はい、そうか、かわいい。レディース一点に引き受けた。男性用もあんの、女性用だけ。女性用だけですね。女性用だけで、4点作っていただいて、この色、ジャケットとあとブラウス、そういうとこだね、難しいな、はい、あとパンツ、フレアパンツ、うん、あーはー、下が広がってるってこと。そうです。
で、あとは、オーバーオール。そうだ、オーバーオールも作ったんだ、うんうんうん、こだわりのポイントはどこなの。え、ないのかよ忘れちゃってんだろ太さをゆるめにして、ちょっと長めにして、うん、なんかオーバーサイズで着るのが今年は気分だなって思って作ってみました、うんうん、なるほど、うん、で、りなちゃんのウェブ限定カラーも、先ほどお伝えした通り作らせて、何色どれですか、いただいてまして、どれがこれかな、ジャケットはこのベージュで、ブラウスはグレー、ブラウスも、あ、ブラウスグレーもすごく素敵、ね、グレーもすごいなんかクールで可愛いかな、黒とも合いそうだし、うん、でパンツは、ジャケットと同じベージュ、一緒に着れるんだ、うん、だからセットアップで着てもらって可愛 い,、はい、いいです。とてもブランド内でも盛り上がってました。ありがとうございます。ありがとうございます。りなちゃんありがとうございました。それでは最後に大竹さんの発表に参りたいと思います。はい、では大竹さんの完成披露です。ほら良さそうだよ。じゃじゃじゃん。ね。俺のだけグイってきたけど、すげえ。あ、その写真いいね。どうですかこの写真。いいね。この写真は大変でしたよ。いやいやいや。いや、それいいじゃん。いいでしょ。いい、すごい素敵ですよね。これですよ、私が言ったら、この、うん、しかもこのベイフローをどっか引っ掛けてくれと、うん、必ずね、このグラコップに書いてあるんですよ、マグカップに。そうですね。ベイフロー、うん、さりげなくね。すごいいい。かわいい。ちゃんと手間がかかってる分、ブルックリンスタイルですね。ブルックリン風。ね、どうですかこのポケット一回剥がしたり。あ、本当だ。そう、このこだわりもまたすごい。そのポケット必要だったなって言う時があるかもしれないけどね。つけだから欲しい人は新たに自分で縫ってつければね。ありがとうございます。よかった、大竹さんのチェックでした。ありがとうございます。はい、ということで、はい、今日はこのアイテムを中心に、うん、スタイリング撮影などしていきたいと思いますので、はい、まずはお着替えをしていただこうと思います。はい、はい、ではお着替えスタート。俺らが、はい、俺らさて、うん、お着替えしていただきましたが、うん、はい、かわいいですね。いかがですか。ありがとうございます。いやいやいや、そう言ってもらえてたらよかった、はい、ちょっとオールド感出ちゃうでしょ我々が着ると。いや、でもその感じがいいすごくいいですよ。あ、いいですよ、うん、俺らの若い頃の格好みたいなの。そうだね。そうですか。なんか薄い生地に、逆に今みんなそういうのを真似して着てるので、すごい、うん、ね、お父さんのシャツとかでしょ。そうですね。だから私からするとすごいいいなっていう感じですよ、うん、あ、よかった。じゃあ、まあ、鏡で見たときに、あ、いけるかもとは思ったよ。全然いけます、いけます。姿勢どうですか。そう、だからね、こうギリこう見えてるのが見えなくなっちゃうかなと思ったら見えてたからよかった、うんうん、ちょうどいい場所でしたね、うん、大竹さんの写真は、俺やっぱ これがいいね、うんうん、すごい。相当こことこの手間がかかった分、こっちにいる人はまあ写真見えない。あ、いいですね。そしてりなちゃんもいい、はい、いい。りなちゃんやっぱあって分かってるね。イメージできてた。あ、本当ですか。自分で分かってるわ。すごい、でもサイズ感ももうベストな感じで作れたので。素晴らしい。本当モデルがいいから売れちゃうなそれ。あ、ぜひ買ってください。売れちゃうよこれ。なんかでもあれですね、皆さんそれぞれ作られたやつがすごいお似合い。うん、あ、よかったですね。嬉しい。これもよかった。いや、よかった。成功だじゃん、うん、成功です。ね。で、ここからお知らせなんですが、うん、購入するきっかけ作りというのをいろいろ策を練りましたので、うん、はい、それをちょっと皆様にお知らせしていきたいなと思っております、はい、ウェブ限定カラーのアイテムにはシリアルナンバーを入れることにしました。こんな感じで。あ、いいね。あ、なるほど。全部で限定で50着。50、いいですね。お店の方でお買い上げいただいたお客様には、うん、まあ、これから今日いろいろ撮影をさせていただくんですけど、うん、その写真やコンテンツをまとめたタブロイドをプレゼントしたいなと思ってます。あの日のあれだな。これはちなみに去年の。すげえいい写真じゃん。そうです。あ、いい写真ですね。今年バージョン、はい、そして最後3つ目ですね。で、こちらは皆様にちょっとお三方にご協力をいただきたいことがございます。はい、こちらのメッセージカードにお三方それぞれにサインを10枚ずつ書いていただきたいなと思っております。で、これ何に使うかと言いますと、ウェブストアで
ウェブ限定カラー以外のもの、うんうん、なのでレギュラーの商品を、はいはい、こういうやつね、はいはいはい、お買い上げいただいた方に、ランダムでこのメッセージカードをポケットに忍ばせようと思ってまして、洒落てるね、はい、でこのメッセージカードが入ってた方にはさらにベイフローのアイテム詰め合わせを後日、大プレゼントじゃないですか。そうなんです、これも入ってて詰め合わせもらえる、はい、そこまでしないとやっぱ売れないからそっちの方が高いんじゃねえかっていうその福袋俺らの作ってそこまでしないと売れないかなこれがお菓子の方だね、カードが欲しいからじゃあ10枚ずつ書いていただきたいと思いますので、ちーちゃんからお渡しします。あ、今ここで？はい、ここでお願いします。ありがとうございます。手書きジャストくん、大のサマーズは一緒なんですか？一緒ね、俺あんま書かない、そっち。あ、ちょっと違いますね。あ、それはサインの感じにしようかな、俺も。はい、ありがとうございます。30枚、はい、書き上げていただきました、うん、ぜひ、なかなか現場で書くってない、そうですね、ぜひお手元に。ありがとうございます。こちらが入っているかもしれないし入ってないかもしれないし、楽しんでいただければと、はい、思います。ランダム、あ、そうです、ランダムに、あ、どれが入ってるか分かんないよね、はい、はい、どの俺のやつに大手が入ってるかもしれないし、はい、そういう可能性もございます。その方が面白いよね、はい、はい、ということで今日はジャストサウンドグッド初のスタジオ撮影なんですね。あ、そうか、そうなんです。いつもロケに出てますよね。いつもロケでした。で、ね、今日は室内で、まあ、デニムをおしゃれにかっこよく撮影していきたいと思います、うん、なのでそうそう、はい、もうかっこいいモデルということで、うん、あの気持ちをちょっとこう高めていただければと思います。いや、写真がいいからいつも。そうですね、はい、もうすごいかっこよく撮ってくれますので、上がりがもういいから、はい、うん、なので全力でお願いいたします、はいはい、あと撮影に関する動画コンテンツもたくさんお届けしますので皆さん楽しみにしていてください。それでは最後に三村さんから一言いただいて締めたいと思います、うん、ジーパン買って LA に行こう、そういうんじゃないですかそういうのは特典としてつかないので、ジー、はい、まあ、パンって言っちゃったけどデニムだったね、はい、うん、じゃあもう一回いい、うん、はい、デニムにムニ、これどういう意味なの、どういう意味なの、ちょっと分からなかったです。変えてもいいから。ありがとうございました。